も一日頑張らなくちゃ。おはようございます。はい、千秋先輩。あの事件が終わってすぐ、ちょっぴり長い連休が始まりました。学園の武道場も閉まるため、どう過ごそうか考えた結果、私は千秋先輩と一緒に自主トレに励むことにしたのでした。大丈夫？ソラちゃん。どうも、さすがの仕上がりですね。はあ、
に職人技ですね。まゆちゃんだっけ、あなたもあんなことができちゃうの？いえいえ、まだまだ修行中の身ですから。でもいつかおじいちゃんほどの職人になれたらなって思ってます。うん、きっとなれるよ。すごく頑張り屋さんみたいだし、私ももっと頑張らなくちゃ。お互い修行あるのみだね、ソラさん。とまあこんなところね。これで時坂君に伝えたことは一通り。はあ、おかげさまで少しは整理できた気がします。異界ですか。コウ先輩とアスカ先輩がいなかったら私も千秋先輩もどうなってたか。その一つお聞きしてもいいでしょうか。ん？ええ、いいわよ。こアスカ先輩はコウ先輩とどういったご関係なんですか。え？だってこの間の事件の時も息ぴったりって感じでしたし、あんな場所で一緒に戦うんですから、よほどの信頼関係なんですよね。ごめんなさい、何か期待させちゃったみたいだけど、今まで時坂君と一緒に戦ったのは単なる成り行きに過ぎないわ。ソラちゃんや相沢さんの件も含めてね。そうなんですか。この際言っておくけど、私はできるだけ一般人を巻き込みたくはないの。協力を申し出てくれたあなたや時坂君についても同じよ。だからそれに関しては頭の片隅に置いてくれる程度で大丈夫。危険度が低い仕事やよほど人手が必要になる場合ならお願いしようかと思ってるけど。そうですか。なんだか気が抜けちゃいました。私もやっとコウ先輩のお役に立てるかと思ったんですけど。なんというかソラちゃん、本当に時坂君を尊敬しているのね。うん、今更だけどつくづく意外な感じだわ。面倒見がいいのはわかるけど、妹弟子だったっていうのもだいぶ前のことなんでしょ。そうですね、一緒に過ごしたのも小学校時代の夏休みくらいです。でもあの夏があったから今の私があるっていうか。へえ。もしかしてソラちゃんの方こそ。もうアスカ先輩たら何倍やったですか。私は別にそんなこつって。あら、その喋り方は。その実はまだ鉛が抜けてなくって、どうかコウ先輩には内緒で。そう、可愛いと思うけど。通知ですか。ホロス。ええ、すぐ近くです。至急確認に向かいます。アスカ先輩、
シュート、チェコ、シュート、
連射と入り組んでいるわ。シュートシュート、この迷宮は嫌だ。やっやっ、クラゲチェ、はっ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 、したの？あ、いえ、その、ただ、アスカ先輩って、ちょっとコウ先輩に似てるなって。それは、なんというか。悪い意味じゃなくて、コウ先輩も昔からそんな風に何かと気にかけてくれてたんです。小さい頃の、あの夏休みだって。九州からお父さん、師範と一緒に、九重の道場に修行に来て、とてつもなく厳しかったけど、みるみる上達していくのが実感できて、毎日楽しくてしょうがありませんでした。そんなある日、少しの気の緩みから、ちょっとした怪我をしてしまったんです。その時、真っ先に気づいて、駆けつけてくれたのが、大丈夫か、空坊。そんなに痛かったのか？違うんです。私、このくらいで怪我もしちゃって。ああ、たく、さすがっつーか、なんつーか。なーに、空坊だったらこれからもっともっと強くなれるさ。それより、もう俺の見てないところで怪我とかすんなよな。心配だって言ってんの。そりゃ実力はお前が上かもしれないけど、お前は俺の妹弟子なんだからさ。ほら、分かったら行こうぜ。そんな怪我なんか早く治して、また修行頑張んなきゃ。何気ない一言でしたけど、その時思ったんです。いつか私もコウ先輩みたいになりたいって。それはきっと千秋先輩に感じた強さにも通じてるんだと思います。だから、何と言われようと私はアスカ先輩に精一杯協力します。コウ先輩ならきっとそうするから。ソラちゃん、まったく、もうあなたたちと来たら。
迷宮の主、ソラちゃん。はい、全力で撃破します。コンビネーション、はい、レッドクリーン、だけど今の異界迷宮は考えすぎなのかしら。え？いえ、気にしないで。それよりソラちゃん、怪我はないわね。はい、おかげさまで。アスカ先輩、必要な時は必ず呼んでください。私もコウ先輩もいつでもお待ちしてますから。わかったわ。これからもよろしくね、ソラちゃん。